いや俺はね東京に渋滞にはまりに来たわけじゃない。颯爽と走って家に帰る。葛飾区東京じゃん、早く帰りたいなどうやったら帰れるんですか。ちょっとどこか曲がって戻りたい。そしてなんか帰る方向にとりあえず乗りたい。しかもだよ、曲がった先で U ターンできんのかな俺。よし、そこの道を勇気を持って左折してみよう。さあ U ターンできた。よし、でこれをね右に戻ろう。あーもう嫌になってきた。6キロしか走ってないのに嫌になってきたぞ。うお早い。待って、3ミリしか本当に3ミリしかこうギュッてやってないんだけど、やば、非常にやば。3ミリしかギュッてやってないよ。あ、こっから千葉県だったんだね。すごい、貨物列車金太郎だ。子供にね、金太郎見たよって自慢できるなこれで。どっちこっちだ。さあナビもセットしましてね、キロメートル道なりです。はい、この通りに進んでいけばどうにかなるんでしょうけど、私がどうにかならないように頑張っていきましょう。おお、早速トラップだな。おお、はい、待って、まあなんとか。これは高速道路、まだおよそ600メートル先、東京外環自動車道方面です。まだでした。一般道でした、ただの。何、行けたと思ったのに。初めての高速道路、まだお預けのようです。とりあえずはね、レインボーブリッジでナビをセットしました。もう今日の目的はね、レインボーブリッジを通って帰ると。そうすれば、ね、ディズニーランドとか行くあの道だろうから、ならあそこならわかる、うん、あそこならわかるので、よし、もうね行ける気しかしない。この俺の愛車で行ける気しかしないよ。東京外環道は左車線へ。はい、どうも。よし、うわー怖いよ。あ、そっか、ここ左方向、暗いところだった。およそ全然南東に進みます。およそ100メートル、待って右方向、暗右方向です。南東に進みます。およそ100メートル先、あ、よし、ここ初めての10キロメートル自動車専用道路。うん、なんとか、難なくだね、難なく行けた。まあナビもセットしたので、それ通りに音声で案内されていけばどうにか着くだろうと。まあなんとなく余裕ができたので、なぜこのバイクを買ったのかとか、そういったところをお話ししていければと思いますが、まあどうせ乗るかわからないから中古車かなっていうのは思っていました。で、最初候補としては一番最初に、あ、いいなと思ったのがドゥカティのスクランブラー 800cc ぐらいのやつかな。 あれかっこいいなと思って、そのあたりをねちょっと狙っていたんですけれども、でその後に候補に上がったのが KTM のデュークの690か、790か。最初690がいいなと思って見てたら、その後790がかっこいいなと思って、まあ価格帯としてはだいたい60万円から80万円ぐらいかなっていう中古車でね、まあだいたいそのぐらいを目安にちょっとこう探してたというか、まあいろいろ見ていました。はい、外車ばかり見てたんですけど、でも結局やっぱりね、このご時世壊れたらとか、まあ壊れたら壊れたかっていうぐらいでしか考えてなかったといえばそうなんですけど、まあ壊れてもいいから乗りたいものに乗るかなっていう考えもあったんですけど、どうせ買うならまあとりあえずは乗る目標としては車検あの2年付きなのだったので、そのね車検2年分は
乗ろうかなとは思っています。はい、なのでまあ壊れてもいいというか、まあ距離的にも1万1000キロ、ちょっと年式は立ってますが1万1000キロということで、こちらをね、いろいろ調べていて、ソックスさんでね見つけました。でもやっぱりこうやって70キロ80キロをこんな感じでね、さーっと流していけるって考えたら、やっぱ大型バイクすげえなとはなるね。確かに。こっちは違うのかい？こっちは違う、そっちに行かなきゃいけないのか。待て、うわー待って、今何速だった？5速からあんな加速すんの？すげえ、思ったよりすげえな大型バイク。おお、ちょっと外は風があって怖いね。これがいわゆる高速で風に煽られて怖いよって言ってるやつか。なるほどもう皆さんがね日頃経験していることが私にとってはこうすごく新鮮なこととして今感じていますよ。こういうことだったのか。おお、すごいすごい。私今こういう大都会をバイクで高速を走っているよ。すごいな。でもどこかで止まりたいな。ちょっと電池を交代したいな。あるのかなこういうところにサービスエリア的なところが。あるじゃん、言った瞬間あったじゃん。やったね。よし、高い高速料金を払ってこのサービスエリアにも寄ってちょっと一旦ね降りましょう。一旦降りよう。よしよしと、よいしょ、いで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 。さあ、よくわかんないサービスエリアに到着しました。めっちゃ疲れた。めちゃくちゃ疲れたぞ。まだ23キロしか乗っていませんが、めちゃくちゃ疲れた。何この疲れはってぐらい。さて行きましょうか。おトイレも行きまして、とりあえずはレインボーブリッジを今日走るんだという目標のもと、家まで帰りましょう。さあ、ここがどこかも分からず寄りましたが、どこだったんでしょう。はい、分からぬまま出発です。止まれ。よいしょ。うわー、早っ、置いてかれるぜ。体が置いてかれる。よしよし、まあこれでまた本線に合流ということで気を取り直していきましょう。まあ皆さんね、ツーリングシーズンということでゴールデンウィークの予定は立てているんでしょうかね。まあ前からね動画でお知らせしていますが、5月7日カズサクラ観光交流館でコーヒーブレイクミーティング、そしてバイクでスタンプラリー、そしてキッチンカーフェスをね行いますので、皆様お誘い合わせの上伊豆ツーリングの合間に寄っていただければと思います。5月7日土曜日、ぜひよろしくお願いします。まあ私にね、あの大型バイクデビューおめでとうとお祝いしに来てくださってももちろん大歓迎ですので、皆様のお越しをお待ちしております。はい、ということで、なんかあの辺りディズニーランド的なね雰囲気が出てきましたが、もうすぐその辺か。本当だ、浦安だ。